篠田山新地はほぼ世界遺産。山林生活。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。篠田山駅に到着しました。大阪には五大新地がある。そんなのがあるなら行くべきじゃないですか。松島、天の橋立、宮島の日本三景、偕楽園、兼六園、岡山後楽園の日本三名園、ピカソ、ブルーシャトー、フォーナインの、この三大まるまるや五大まるまるは日本特有なんだとか。歴史の授業で世界四大文明を習ったと思いますが、あれは日本と中国だけしか通じないそうです。日本人は順位をつけるのが好きなのでしょう。江戸時代にも様々なものに番付をしてました。私もなんだかんだで三大まるまるが好きなんです。三大ドヤ街も三大貧民窟も行きました。そんなわけなんで、大阪五大新地も行っとくべきですよね。飛田、松島、滝井、今里、これらは中心地から近かったので回れたんです。でも篠田山新地はちょっとだけ遠いんです。そのため行くタイミングがありませんでした。いつもは何かのついでに立ち寄っていたのですが、今回は篠田山新地に行くために大阪に来たのです。その理由は2025年に開催される大阪万博です。この万博開催が問題なんです。今から54年前、1970年に大阪で日本万国博覧会、通称大阪万博がありました。終戦して25年、戦後の復興や朝鮮戦争の特需により高度経済成長を成し遂げ、日本は経済大国となりました。敗戦国だった日本が大国と同等の技術、経済力を持ったのです。日本にとって万博は一大イベントでした。入場者は6400万人、外国人も170万人来場したそうです。その際、悪しき文化を諸外国には見せられないので性風俗店の取り締まりがあったそうです。時は経ち1990年、今度は国際花と緑の博覧会、通称大阪花博がありました。大阪万博も大阪花博もどちらも外に見せるための催し物です。より良い日本を見せるために悪しき部分は消さなければなりません。そのため1990年にソープランドは禁止となり、大阪からソープランドがなくなりました。日本は対面を気にしてなきものにするのです。このような事象は横浜でもありました。2005年の横浜開港150周年の際に小金町は壊滅しました。三重県の渡鹿島も伊勢志摩サミットの際に取り締まりがありました。2021東京オリンピックの際も風俗店の取り締まりがあったそうです。そんなわけなので2025年の大阪万博の際、この界隈は当然無傷ではいられないでしょう。関南新地が閉鎖されたのも大阪の新地を潰す最初の一歩なのかもしれません。つまりいつなくなってもおかしくない状態なんです。この文化がなきものとされる恐れがあるのです。そんなわけで篠田山新地に行きたかったんです。ってわけでこちらが篠田山新地です。入り口のところにある看板です。大阪の南側には和歌山があります。大阪の天満橋を起点に熊野参詣のために熊野街道が走っており、篠田山新地の近くを通っています。その熊野街道ですが小栗街道とも呼ばれており、それが由来で小栗の里となっているそうです。そもそも篠田山新地があるのは熊野参詣が理由なんだそう。寺社巡礼の際は精進しなければならない。熊野街道は参拝をするための道、
お参りが終わるまでは肉や酒を断たなければなりません。また異性との接触も避けなければなりません。今では気軽に神社仏閣に行ってますが、参詣とは我慢をしなければならなかったのです。ちなみに天満橋から紀伊田辺は 180km もあるそうです。そこからさらに伊勢まで行ったらかなり日数が必要ですね。その間は酒も立ち女も立つわけです。家に帰るまでが遠足と言いますが、その当時は違ったようです。お参りしたらそこで終了、つまり仏閣を出た瞬間に全てを解放できるのです。肉も酒も食べ放題、精進落としってやつです。我慢していたものを解消したいという気持ちに応えるために篠田山に遊郭があったそうなんです。つまりこれはあれだ、熊野古道が世界遺産となっているってことは、ここはほぼ世界遺産ってわけです。小栗の里ってのはそういうのが由来なんです。憩いの町、物は言いようですね。大阪の他の新地は料亭街ですが、ここは旅館街となってます。料亭と旅館、全く違う業種ですが、どちらも仲居がいてたまたま恋に落ちちゃうんだそう。違いがあるとするならば、ここでは顔見せをしていないようです。ちょんの間といえば飾り窓のようになっていて、外から働いている仲居の顔を見れます。しかし篠田山はそのシステムを採用しておらず、全ては差配に任せる形のようです。顔出ししないので見バレもない。そんなわけでここで働く人が多く、質が良いんだとか。顔見せしないから値段も安いそうです。20歳未満のもの、代償禁ずると書かれた看板。先日改正民法が施行され、成人年齢が18歳に引き下げられました。それにより18歳にも参政権が与えられました。18歳のアダルトビデオ出演で揉めていますが、自分の進路を決めるのに責任を取れないやつに国の進路を決めさせるなって話です。風俗店の利用は以前から18歳も大丈夫でした。篠田山新地が20歳としているのは自主規制的なやつでしょうか。金銭トラブルとかになった場合、相手が未成年だと面倒ですからね。でも今回の法改正で18歳が成人となりました。近い将来この看板は変わっているかもしれません。白龍八大龍王と書かれた社があります。八大龍王は水の神様らしいです。これは水商売とかけてるんでしょうか。そういえば飛び田新地の守り神も龍でした。多分遊郭は火災が頻繁に起きていたので、水の神様を祀っているのでしょう。現在時刻は午前10時過ぎ。夕方にならないと開かないと思っていたんですが、すでにオープンしている店がちらほらあり、店前を通ると声をかけられます。お兄さん遊んでかない？どんな子がいいの？いい子紹介するよ。この声かけシステムはどこも変わりないですね。こちらの店はこの界隈で人気店なんだそう。車の雰囲気があります。この店であれば昔の遊郭の雰囲気を味わえるかもしれません。まあ多分ただのちょんの間だと思いますが。飛田、松島、滝井、今里、そして今回は篠田山を巡りました。これで大阪五大新地制覇です。まあ実際の制覇は店を利用しなければダメなのでしょう。それはおいおいということで。飛田新地は規模も大きく異色な町でしたが、篠田山新地は雰囲気が良い感じでした。細路地の中にちょっと怪しい佇まいの店がある、その雰囲気が味わえるのは良いですね。しかしこれらは消滅する恐れがあります。
先日も尼崎の神奈美新地が閉鎖となりました。大阪もお取り潰しとなるかもしれません。そもそもがグレーな商売ですからね。いつか摘発に遭う日が来るのでしょう。その前にぜひ一度ご利用されてみてはいかがでしょうか。ここにあるのは旅館なので全国旅行支援の対象のはずです。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。